嘘という支配は、イギリスの SF ドラマ、ドクター、風の第10シリーズ第8話、トビー・ウィトハウスが脚本を執筆し、2017年6月3日に BBC1 で初放送された。批評家のレビューは賛否両論であった。本作は、修道士三部作の完結作である。ゼは、滅亡を呼ぶピラミッドで、ドクターの目を癒すために、 修道士に地球を譲り渡してしまったビルポッツは地球を奪い返すためにナードルと合流してドクターを救出し洗脳によって人類を支配下に置く修道士体制を崩しに向かう修道士が人類を適正エイリアンから保護していたという説明の際瞬きする名の嘆きの天使銀色の悪夢のサイバーマンダーレクの中へのダーレクの映像が使用されている約束を はじめ他の新シリーズのエピソードのクリップ映像も使用されている。ビルがドクターの放送を見ている店はテレビの中に住む女に登場したマグパイ電気店である。マグパイ電気店は鳴り響くドラム、眼下の獣、魔術師の弟子にも登場した。ビルとの合流の際、ナードルは滅亡を呼ぶピラミッドで最近感染したことに言及している。ミッシーは 金庫の中のピアノでエリック・サティのクノシエンヌとスコット・ジョプリンのジ・エンターテイナーを演奏している。嘘という支配の読み合わせは2017年1月11日に撮影は次話、火星の女王と共に2017年1月16日から2月22日まで行われた。家族がドラマカジュアルティを視聴している場面も撮影されており、当該映像にはカジュアルティに レギュラー出演しているアマンダ・ミーリングとトニー・マーシャルがドラマ内での役で出演して修道士とやりとりをしていた。このシーンはドクトル風マガジンの記事でも言及されたが最終的に放送版からは削除された。リアルタイム視聴者数は301万人でバトルフィールドが記録した310万人を下回って史上最低記録を残した。これは ブリテンズゴットタレントの最終回と放送時刻が重複したためである。タイムシフト視聴者を加算すると482万人で、これは宇宙での死に方を下回って2005年以降の新シリーズにおける当時の最低記録となった。アプリシエーションインデックスは82であった。日本では放送されていないが、2018年3月31日に、フールーで 嘘という支配を含む第10シリーズの独占配信が開始された。嘘という支配は賛否両論であり、第10シリーズでそれまでのところ最も弱いエピソードであるとする批評家も多かった。SFX の増位でラハンティライトは本作に5点満点を与え、身の毛のよだつエピソードであると評し、文句が人類を支配して、その発展を支援するというアイディアを称賛した。 彼女は特にパール・マッキーの演技を高く評価し、特にドクターが裏切ったように見せかける場面において感情をつなく変化させられる超人的な能力があるとコメントした。また彼女はミッシーの登場時間が迫る終焉、滅亡用ブピラミッドよりも増えていることも称賛した。ザ・エ v クラブのアラスデア・ウィルキンスは本作に、 B- の評価を与え、エピソードに失望したこと、カパルディとマッキーの演技に、脚本の質が追いついていないことを主張し、特に、カパルディについては、彼の才能が物語に無駄遣いされていたとした。しかし、ミシェル・ゴメスがミッシーとして、再度出演したことには賛辞を送った。ニューヨークマガジンのロス・ルーディガーは、本作に星3つを与えた。彼は、いやらしいほどに、 効果的な幕開けだったと称賛したが、答えられていない疑問もあると指摘し、彼は、修道士が、前話ほど危険な存在ではなくなったと感じ、ビルとドクターの襲撃の際に洗脳中の修道士の、護衛を直近につけなかったことにも筋が通らないと指摘した。全体として、彼は、嘘という支配が、驚異的な物語の残念な結末であったと、主張した。 ラジオタイムズのパトリック・マルケインは星2つのみを与えた。彼はドクターに対してビルが引き金を引くという展開を気に入らず、そのような極端な行動に出る理由がないと感じ、正当化することも多めに見ることもできないと主張した。彼は演者たちが気まずそうにブロッキングされていると表現し、当惑した状況にいるように見えると主張した。なお、演技自体については、 エピソード全体を通して高く評価した。ありがとうございます。